はい、ここまでしか編めませんでした。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいこうと思います。あ、お猫様どっか行っちゃった行っちゃった。はい、前回からね編み始めました。アマリートですね。アマリートのこのね、編み目がわからないということで、思いっきりこうスッカスカの編み状態でなんとか編めるものをということで、まあ、編みバッグ作ってるんですけれども、まあ、もともとね、アマリートなので一玉半ぐらいしか持ってなかったんですけれども、まあ一玉じゃないな、半玉か、半分ぐらいのね、余りの部分で底の部分を編んで、あとは全部もう側面は一玉分と思って編んだらですね、側面もね5段ぐらいしか編めなかったんですよ。さすがにこれじゃ持ち手も何もこれで持ち手つけてもねって状態なので、ちょっと新しい糸をちょっと行ってまいりましたよ。でこれで枕目やんですね。枕目、本当紐です。紐伸びません。紐なんですけど、それを2玉買ってきまして、なぜ2玉かというと、このよいしょ、枕目やんはだいたい使用かぎ針が5号針なんですよ。で今私こっちのね糸は10号針で編んでるので、まあ、約倍ということで2本取りにしようかなってことで2本2玉買ってきております。これで今日持ち手部分を作ってもちゃちゃっと完成させようかなと思います。で今ですね、この、まあ、鎖編み3目と長編みのねずっと繰り返しで編んでるんですけど、このまあ鎖編み部分ですね、というか長編みの部分もそうなんですけど、26個あります。26個あって、でバッグにするならまあその半分13同士、こっち13個裏も13個ぐらいのものなんですけれど、でバッグらしい形にするのはどうしようと悩んで、そしたらまあグラニースパックみたいな感じで、横をちょっと縮めて、ここ持ち手をね、つけて、っていう形になったらいいかな。で、しかもここをちょっとビローンとね、横にビローンと広がってますけど、これをキュッとさせるためにちょっと目数を減らします。目数を減らして、ここは持ち手に、っていう状態にしようかなと思います。で、そう考えると、13個あるうちの、こっち3目、こっち3目で、こう、中7目かな？あ、7個、7目じゃないですね。こっち3鎖編み、3目分。こっちも3つ分。で、真ん中7つ分で、ちょうど半分ぐらい。持ち手部分はここに作る。こっちはこう、側面というか、にしようかな。ざっくりですけどね。何言ってんだろうって状態かもしれないですけれど、まずやっていこうと思います。そして、もう、ガラッと編み方も、もう、細編みに変えていきます。これ枕目編なので、目が見えます。はっきり見えます。はっきり見えるので、この方がいいかなと思いまして。で、まずは、横ですね。横。はい。鎖編み入れずに、細編みが一つの鎖編み3目の中にですね、どうしようかな。細編み2つずつ入れようかな。で、これでちょっと縮めようかなと思います。縮めるかな。細編み2つずつ。これを3目分なので、2つ。もうちょっとこっちは縮める感じでいこうかな。で、これをまずは2箇所分ぐらい、一番最初ですね、一番最初鎖3目のとこに細編み1つ、次に細編み2つ、次に細編み2つ、そしてその隣ですね、こっから細編みして鎖3目編んで、はい、隣に細編み、こっちはちょっと編み編みにしようかな。これで3箇所目、1箇所目2箇所目3箇所目はい、4箇所目。
や、このね、マクラメのね、まあ、100円ショップで買ってきた糸でもあるので、どのぐらいまで長さあるかってそんなに長くないと思うので、急いで持ち手まで編んでいこうと思います。はい、この横の方は、細編み細編みって、鎖編み入れてないんですけど、ここからですね、1個目鎖編み3目、2個目鎖編み3目、3個目鎖編み3目、4個目鎖編み3目、5個目鎖編み3目、6個目鎖編み3目、そして7個目に細編みっていう感じで7つ分ですね編みました。そしてその次から、はい、ここに2つ、細編み2つ、隣も細編み2つ、その隣も細編み2つてな感じかな。で、その隣も細編み2つ。はい、その隣も細編み2つ。その隣も細編み2つと。細編み2つの部分が、こちらこちらで6箇所です。6箇所分側面。で、次、細編みを1つしたら、鎖編み3つ。で、隣に細編み。鎖編み3つして隣に細編みと、これ7個分ですね。7個分細編みができるように編もうかなと。はい、でまた側面の方に来たので、鎖編み3目のところに細編み2つと。はい、最後の方戻ってきまして、一番最初ここね、細編み1つしか編んでませんので、ここに細編み1つ編んで、はい、目を拾って引き抜き編み。多分もう一段編んだらもうはっきりと分かってくると思うんですけれど、はい、鎖編み1つして、まず細編みの上に細編み、細編みの上に細編みと。でちょっと目を縮めてきました。で、ここから細編み鎖3目、細編み鎖3目ってくるんですけれど、はい、この細編みのとこも細編み編んで、この鎖編み3目の中に細編み編んで、鎖3目編んで、で、隣に細編み。鎖3目編んで、隣に細編み。鎖3目編んで、隣に細編み。って感じで、で、はい、鎖、最後の鎖3目ですね。最後の鎖3目のところに細編み編んだら、はい、もうすぐ横にある細編みに細編み、もうあとは細編み、細編みと、細編み拾って細編み、細編みと、横の方は縮めていく。はい、細編みをぐーっと細編みだけ編んできました。で、ここ鎖3目登場するので、そこに細編み編んで、鎖3目して、隣の鎖3目のとこに細編みと。よいしょ。これをやることによって、この鎖3目の数がですね、減りまして、最初7個分あったところが5個分になります。ちょっとね、このね、枕目、まあ、紐なのでね、力いるんですわちょっとあんまり長く編みたくないな。まあ1本ぐらいでね、こう5号針で1本でちまちまっと編むんだったらいいんですけど、今ね2本取りでね10号針だとちょっと力がいるので、あまり長くは編みたくないなと思う感じなんですけれど、はい、最初の1目目に引き抜き編みして戻ってきましたと。で、今ここ5目ぐらいある。これでいいかな。うん、これでいきましょうか。じゃあ3段目ですね。3段目から本格的にというか、ちょっと持ち手を考えようと思います。はい、細編みの上に細編み編んできまして、鎖編み3目のとこ来ましたね。それじゃあここに細編み編んだら鎖編み編みます。20目ぐらい編んでみましたけど、どうだろう、20目ぐらいでいいかな。はい、でこう反対側のね、鎖編みのとこに細編みして、ちょい、はい、
反対側20目、鎖編み20目編みました。鎖編み20目編んだらこのね、こうきたこっち側の鎖編み3目の部分ですねのとこに細編み、そしてこっからまた細編み拾って細編みを編んでいくと。ちょっとね、今日猫様ね、こっちに来る気はないと言って今ふいっとお昼寝に行ってしまいました。朝寝っていうの、ふいっと。そう、今ですね、次女が帰ってきておりまして、めちゃくちゃ猫が次女に懐いております。そんなに懐くっていうぐらい、ね、全然会ってないのにめっちゃ撫でてるんですけどね、可愛がっているのか分かるのか、可愛がってくれる人が分かるのか、めっちゃ懐いております。もう私たちがこんなに、長女と私が一生懸命やっているのに、お前が先に懐くのかぐらいの、なんでしょうね、なんかがあるんだろうな。上はこのぐらいしっかりしたこうコットンというか綿というか紐でもすごいバランスはいいと思うんですよね。うん、これはこれで、これはこれでいいんじゃないのということで、あとはこうちょっと持ち手を肉付けしていくということになりますかね。はい、細編みまで編んできて、これ鎖編みのところまでやってきました。裏山拾いますか。裏山、鎖編みの裏山拾って細編み、はい、裏山、まあ見えやすいといえば見えやすいね、紐状なので目は読みやすいと思いますので、裏山後ろポコッと出てるところを拾っては細編み、ポコッと出てればところを拾っては細編みということで、裏山拾って細編み、裏山拾って細編みと、はい、端まで編んできたので細編みの上に細編みという感じで、これでいいんじゃないかな。枕目の紐なのですごいしっかりしてますね。なんかすごいね、100円ショップで買ってきた糸なんですけど、そんなに巻きが多くないのであっという間に消費されちゃうのと、あとね、一玉ずつの何でしょう、長さのね、幅が長さが、そんなんていうの、結構個体差あるっていうか、それがあるので、なんかねって感じなんですけど、今同じ量編んでるんですけど、こっちもう隙間すごい空いてるけど、こっちそこまでではない。長さにばらつきがかなりありますね。なのでちょっとお互いにギリギリまで編もうかなっていうのは向かないかな。はい、じゃあまた裏山拾っていきます。これ枕目編んで便座というか夏用の座布団みたいに作ってもいいかも。ちょっとツルツルするか、なんかうちのお猫様座りそう、便座とかにしたら。なんかね、柔らかいふわふわしたクッションの上とか全然そんなにですよ、あまり好きじゃないみたいで、硬い、なんていうでしょう、ソファーでもこう横のヘリとか硬いところに座ってる。前なんちゅう、クッションカバーには座らないけど座布団には座るみたいな、クッションには座らないけど座布団には座るみたいな、何かね、彼女なりに硬さの、こう足場の硬さのこだわりが見え隠れします。はい、こんな感じで3段ぐらいでいいんじゃないかな。あんまり、なんて言うんだろう、うん、あんまりこう太くしてもなというのが、どうしよう、もう1段ぐらい太くしとく、2段3段でもかなり太くなるよ。とりあえずもう1段編んでみますか。持ち手3段はね、このバッグのバランスからしたら結構太めになると思うんですけど、まだちょっと糸もありますのでもう1段編みます。どうしようかな。まあ本当はここでね、こう上にカクッと
パクッと上がってもらいたいためにここで2名1度か3名1度してもいいんですけれど、まあそこまで深く考えなくていいかなということで、そのまんま、1目につき細編み1個ずつですね、何も考えずに編もうと思います。はい、最後まで編ん、はいはいはい、最後まで編んできたので一目目拾って引き抜き編みで終了でございます。で、あとは糸始末かな。よいしょ、ふう、かなり編むのに手が痛くなりました。ちっちゃいねバッグでございます。ちっちゃいバッグなんですけれど伸びますね、伸びるし、で持ち手はしっかりして、これ以上そんな伸びないけど、こっちの下は伸びるね、伸びるよ。でちょっと形変形してくるかもしれないです。うん、まあ非常に夏らしいバッグができたんじゃないかなと思います。こっちね、タオル地みたいな感じで、すごい肌に優しいふわふわで、で持ち手の部分だけしっかりとしているという感じで、ミニミニバッグ2回にわたって2回で終わりましたけれども、まあとにかくこっちの編み編みがね、あっという間に編み上がってしまうというか、あっという間に糸を消費してしまう状態なんですけれど、まあ一玉半ですもんね、一玉半で、この半、これもね、まあもうちょっとで3分の2ぐらいは使ってるかな。うん、だから多分、ま、この生地自体、ま、この、うん、全部この糸で作るってよりはこういう感じで伸びる糸じゃないもので持ちて作るってのもバランスがいいかなと思います。うん、もうこの本体自体一玉半なので、ね、3玉あったらこれ2個できるんですよ。結構量産できそうな感じのバッグになっております。はい、ちょっと編み図かけましょう。今日の持ち手部分はなかなかよ。はいはいはい、よいしょ。はい、まあここまでが、このね、長編み鎖編み3目の部分がこのふわふわの方なんですけれども、まあそこからこの3つ分ですね、外が3つ分、まあこれがちょうど半分ですね、編み地を半分にペタンと折った状態にすると、この長編みが部分が全部で13個かな、13個になるはずです。でこのうち、ここ両、こっちのね、こっち3個分、こっち3個分、鎖編み3個分ですね、鎖編み3個分は全部細編みにしようということで、まず、鎖編み3目のところには細編みが2つずつ入るように編みます。でその次のところ、細編み編んだら鎖3目、細編み編んだら鎖3目、細編み編んだら鎖3目と、全部この鎖編みの部分が7つ分まで細編み、鎖3目、細編み、鎖3目と編んでいきます。で7つ目のところ細編みしたら、その隣には普通にも細編み2個ずつ編むというのを、これ裏側も同じ状態なので、これ端っこはこのまま細編み2個、細編み2個、細編み2個って言ったら、すぐ隣も細編み2個、細編み2個、細編み2個って言って、こっち横は横で6個分ですね。6個分細編みだけにします。で、これぐるっと回ってきて、こっちの側面の方もこう6個分というか、3個編んできたら、こっちのところで終わり。横はまた同じように細編みに細編み編んできて。で、次はってしたら、この、鎖編み3目のところに細編み、鎖3目ってなっているこの細編みの上に細編みを編んで、その次の鎖3目のところに細編み編んで、で鎖3目、細編み、鎖3目、細編みっていう風にすると、この鎖3目の部分が1個ずつ、1段上がるごとに1個ずつ小さく少なくなっていきます。この段で、鎖3目の部分は全部で5個になります。5個になって、こう細編み降りてきたら、細編みの上をあとは取って細編み編んでいくだけ。はい、3段目はって言ったら、こう細編み編んでいくんですけど、ここで、鎖3目のところに細編みを編んだ後に、鎖編み20目編みまして、持ち手の、まあ、基本というか下の方を作ります。
で端っこのこっち側の鎖3目のところに細編み編んで、あとはまた細編みの上に細編み編んでいく。はい、次はって言ったら細編み編んでいって、細編み編み終わったら鎖編みのとこですね。鎖編みの裏山を拾って今回細編みを編んでいきました。20目分。はい、細編みを編んで、で細編みを拾って細編み。3段目。今回はちょっと裏山を拾いましたので、見た目的にもちょっとすっきり両方とも、目が見えるすっきりとした形の持ち手になっております。で最後にちょっと糸も余ってますし、まあ2段でやめてもいいんですけど、もう1段ということで、もう1段ひたすら細編みを拾って細編みを1段編んで終了ということで、まあ、このね持ち手の作り方は麻紐で編む時のバッグの持ち手の編み方とほぼほぼ一緒で、なんかこれ鎖3目にしてますけど、普通に細編みだけにしちゃってもいいとは思います。今回はちょっとね、なんとなく鎖3目にしてみましたけど、はい、というわけで今回は2回にわたりまして、もうあまりとです、1玉半ぐらいしか編んでおりません。1玉半だけ編んで、小さいバッグちゃちゃっと作りました。はい、それもこれもですね、こちらの編みが間に合わなかったからってだけなんですけれども、一応ですね、これ3玉目入っております。3玉目までバッと編み進めておりまして、私の希望としましては3玉目プラス4玉目に入りたいんですよ。ちょっとね、どういうクラッチバッグにしようかのイメージが固まってきまして、はい、そのためには、もう少し、もしかしたら3玉で終わるかもしれない。もうちょっと編んで、そしたら次回ですね、次回、クラッチバッグの形にしていけるんじゃないかなと思いますので、もうちょっと頑張って編もうというところまでやってきております。詳細はまた次回ですね、次回お見せできたらいいかなと思っております。はい、それではまた次回ですね、次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃあ。